はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話かというとマーケティングです。マーケティングでのブランドについて見ていきたいと思います。ブランドとは何か、そしてブランドがどうやってできていくかについても見ていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はマーケティングのブランドについてです。ブランドというイメージ、皆さんはどんな印象を持っているでしょうか。もしここで質問をするだとして、あなたにとってのブランドとは何でしょうか。こんなことを聞かれればどのようにお答えになるでしょうか。頭の中で自分にとってのブランドのイメージ、ものとかサービス、何か思い浮かんだでしょうか。じゃあブランドとは何かなんですけれども、私の一言の定義があってですね、それをまずはご紹介します。ブランドとはポジティブな感情が伴った商品やサービス、あるいは企業です。もう一度繰り返すと、ブランドとは顧客のポジティブな感情が入っている商品やサービス、あるいは企業のことです。で、ここで言っているポジティブな感情とは何かなんですけれども、例えば好きとか満足、共感している、持っていて使っていて誇りに思う、あるいは憧れの気持ち、こうした好ましい感情ですね。商品とかサービス、企業側にとってこうした感情、好ましい感情を持ってもらいたい、これらを伴っている、感情移入をしている商品やサービス、これらをブランドというふうに私は定義しています。したがってブランドとは、一般的なイメージでは高級品のにが当てはまるというふうに理解されていると思うんですけれども、私のこの定義に照らし合わせると、日用品であってもすごくそこの商品とかサービスに感情移入、好きとか満足しているという気持ちがあれば、それはもうブランドであるというふうに考えています。で、強いブランドとはじゃあ何かというのがこの定義から見えてくるんですけれども、より深く感情移入がされているもの、商品サービス、あるいは企業そのものですね。これが強い、深い感情移入ほどそれだけブランドも強くなっていく、こういうふうに考えます。で、マーケティングではブランドと似た言葉として ING がつくブランディングがあるんです。で、ブランドの ING がつくブランディングの意味合いなんですけれども、ここで触れておくと、お客さんに商品とかサービスに感情移入をしてもらうための働きかけになります。提供者側、企業とかマーケターが商品やサービスにこんな感情を伴ってもらいたい、入してもらうための作用する働きかけ、これを私はブランディングというふうに定義をしています。はい、ここまでマーケティングの文脈にはなるんですけれども、ブランドと、ブランディングも含めたブランドとはどんなものなのか、どのようにできていくのか、もうポイントは感情移入ですね。好ましい感情が伴っているもの、これがブランドになります。で、一つ補足として加えておくと、ブランドというのはあくまで感情移入がされるものなので、お客さんの頭の中にできるものなんですね。商品とかサービスは企業側が作るものなんですけれども、それに感情移入が付加される。で、感情移入という感情そのものを持っているのは企業ではなくて、あくまでお客さんの頭の中なんです。なので、ブランドを資産的に見れば会社、企業が持っているんですけれども、マーケティングの文脈では頭の中にブランドができていく、心の中と言ってもいいかもしれないですね。感情移入なので、そこ従ってブランドの本質的な難しさがどこにあるかというと、相手の頭の中のことなので、働きかけ、ブランディングとして働きかけはできるんだけれども、そこから直接コントロールすることはできない。間接的に作用していくもの。で、結果としてブランドができていく。こういうふうに捉えていくといいでしょう。はい。で、ここからじゃあ後半はですね、もう少しさらに掘り下げていって、ブランドは何に対してできていくのかというのをより解像度高く分解してみていければなと思っています。で、最初にですね、ブランドの、これは私の一言の定義なんですが、ブランドとは顧客のポジティブな感情が伴った商品やサービス、あるいは企業という一言の定義をご紹介しました。で、最後のその定義の中に商品やサービス、あるいは企業といって並列に並べたんですけれども、実はここにもう少し掘り下げていくと意味合いがあるんですね。何を言っているかというと、ここから話をするのは顧客とファンの違いという捉え方もできます。顧客とファンの違いです。で、結論を先に言っておくと、顧客というのはあくまでその商品とかサービス自体が好きな人、これをいいと思って使っている人を顧客というふうにここでは定義、意味をしています。で、
ファンというのは何かというと、その商品とかサービスを超えて、あの会社、企業、まあ、提供者ですね、商品やサービスを提供する存在、組織、企業、そのものがこう好き、応援したいと思っている人、これを私はファンだと思っています。これをじゃあ具体的な例で当てはめるとですね、そうですね、じゃあアップルにしましょうか。アップルの、プロダクト、製品というのは、iPhone、iPad、Mac、ありますよね。で、各個別のそのプロダクト、デバイス、iPhone なら iPhone、iPad なら iPad、この iPad、iPhone が好き、iPad が好きというこの商品レベル、プロダクトレベルで、よく使っている、ポジティブな感情を持っているというのが、ブランドレベル、商品レベルでのブランドなんですね。で、これは顧客です。じゃあ一方でファンは何かというと、その Apple そのものが好きな人ですね。で、Apple が出すプロダクトであれば、もう迷わず買う。新しい iPhone が出る、新しい iPad が出る、Mac も、パソコンも Mac を使っている。このように、各それぞれのプロダクト、サービスではなくて、その提供者側、提供者それ自体に、ファンである、ま、愛しているような、応援したいと思っている人、これをファンだというふうに見なすんです。なので、もちろんこれは一つの正解、正解ではなく、正解、絶対的な正解ではなくて、まあ、一つの考え方なんですけれども、顧客というのは商品とかサービスを好きな人、ファンというのはその提供者自体を、応援したいと思っている人という分け方です。で、ここからブランドにつなげていくんですけれども、じゃあブランドが強くなっていくプロセスというのは、まずは商品とかサービスレベル、つまり顧客としてのブランドなんですね。で、次にじゃあより上位のブランドでいう、工事のブランドでいうと、提供者そのもの、企業そのものを好きである、企業そのものに感情移入をしている人、先ほどのアップルの例で言うと iPhone とか iPad、 これをブランドだと思っている人が第一段階、顧客レベルのブランドで形成です。で、次にアップルというその存在そのものを好きな人、アップルが好き、アップルに共感している、アップルに憧れの気持ちを抱いている、この提供者のレベルまでブランドができているか、これこうするとすごく企業としては貴重なお客さんになると思います。したがってブランドもレベルがある。で、レベルは2つ。今日の話をまとめると2つの考え方があって、1つは感情移入そのものの強さですね。浅い感情移入なのか、それともすごく強く感情移入をしているのか。これが1つ目の軸です。もう1つの軸が商品やサービスレベルなのか、もっと工事の提供者それ自体へのレベルなのか。このブランドの違いで、前者が顧客としてのブランド形成、後者が提供者そのもの、まあ、ファンですね、ファンとしてのブランド形成、まあ、こんなブランドのこう組み合わせ、考え方ができるのかなというふうに考えています。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。